事故処理者の例事故処理者は日本において使用される警察車両の一つ。交通事故が発生した場合に現場にいち早く駆けつけ、現場の状況を把握、交通規制、事故処理等を迅速に行うことで第二の事故発生を防ぐ活動を主とする。また飲酒運転やシートベルト着用の確認するための検問にも使用され、交通社会における事故防止を担う。 交通事故が発生した場合に、現場にいち早く駆けつけ事故処理や原因の究明、交通整理などを行ったり、飲酒運転やシートベルト着用の確認するための検問、交通事故の予防活動にも使用され、交通社会における事故防止を担うことも仕事の一つ。主に警察署の交通課、交通機動隊や高速道路交通警察隊などが保有する。 パトロールカー同様に赤色灯、サイレン、拡声器などを装備し、緊急走行が可能である。事故処理車の中で、色材やパイロン、発煙灯などを積載しており、現場での事故の処理や、交通整理、簡単な原因究明などを行う車両。日産、キャラバンが最も多くとヨタハイエース、松田ボンゴブローニーも採用されている。現在は、 ワンボックスカータイプのバンが主流となっているが、かつてはトヨタクラウン、日産、セドリックの2ボックスタイプのバンベースも多く、用いられており、愛媛県警察ではセドリックバン、岡山県警察ではリベルカーゴなどの自己処理車が使用されていた。高速道路では高い走破性と積載性、追突時のショックを和らげる目的で、大型 SUV の車両が配備されているところがある。 宮城県警察や福島県警察では、日産、セレナなどのミニバンベースの車両も存在する。後方に電光掲示板を装備しているものを誘導標識車、装備していないものは自己処理車と呼ぶ。2000年前後までは電光掲示板ではなく、幕を用いたものも存在しており、また全部に夜間作業用のサーチライトを装備している車両もある、自己処理車の中で、 死亡ひき逃げ事件や大規模な交通事故などで詳しい事故原因の調査や現場に残された遺留品の収集解析、ひき逃げ犯の特定などを行う車両、大型サーチライトや鑑識資材などを装備している。警察署などで保有していることは少なく、主に交通捜査専門の交通捜査課で運用していることが多い。 普通事故処理車や誘導標識車などよりもより細かく専門的な操作活動ができる。大型サーチライトを装備していることが多いため投稿者とも呼ばれる。ダイナルートバンベースの交通監視識者が配備されているところもある。事故処理車の中で事故現場の証拠撮影用にステレオカメラを装備した車両。カメラは格納式で360度回転する。 都道府県によって各所一台ずつ配備されているところもあれば、交通機動隊などの部署に配備されていることもある。車種は日産キャラバン、トヨタハイエースのスーパーロングなどが採用されている。事故処理車の中で後方に大型のの電光掲示板、側面に小型の電光掲示板などが取り付けられており、道路状況や交通整理情報などを表示して周りに知らせる車両。 通称サインカー。高速道路交通警察隊や交通機動隊などに配備されている車両で、伊スズ、日野、三菱不装等の小・中型トラックを改造した車両を使用している。その他にもイベントの警備や交通安全運動の広報などに使用されることもある。ありがとうございます。